皆さんこんばんは浅見弘之ですアーカイブ限定のまマケーキ込みパートを取っております本日もですね、えー、トライアスロンマン自転車マンなんなんでしょういろんなことやったる <laughs> 吉野島弘美さんがゲストですが <laughs> その前でメールいきます、えー、これ山山さん安山さんこんばんは安山さんは募金箱に1000円以上入れたことがありますか、えー、ありますねなんかノリと勢いで入れたことはありますでもね今僕が一番今募金箱をつけてほしいのがですねあのー、ラーメン二郎巡路店です。 ラーメン目黒店はですねあんま最近600円だったのかなずっと500円でやっていまして安すぎて大丈夫なのかなって心配になるんですねでももちろん金額上げちゃダメだっていう常連の方がいらっしゃるのも理解しておりますので券売機の横に募金箱を置いてくれたら僕1000円で買うんでお釣りを全部入れますから募金箱に今一番募金箱を置いてほしいのは、えー、ラーメンジュロ目黒店ですっていうわけわかんねえ話でしたもうちょっとこのままだと怒られそうだからもう一個一こう、えー、タチウオーマンさん 安本さんこんこにちは、えー、僕の今のスマホの着信音はファミコンマキ満喫翼の東方学園のテーマなんですが <laughs> いいですね安本さんの着ラなんですか、えー、安本さんはあんまりスマホのやついじってねえんですけど一番びっくりするのが黒電話の音なんですねだから基本的には電話あんまりならないけど最近電話黒電話の音にしてありますで事務所からの音だけえっ、ー、とエルム街の悪夢の <laughs> <laughs> エルムガイの悪夢のですね子守歌があるんですね「なあなあなあ」ってやつがあるんですけどそれにしてあります事務所からはもうエルムガイの悪夢の曲があ,りますあと「LINE」ってやつがありまして「LINE」ってやつはあので通話すと向こうに曲が「LINE ミュージック」かなんか かの登録しとくと、向こうに流れる曲よ、あのこ、俺に、俺に着信じゃなくて、向こうが俺の着信から聞こえる音楽。ってのが選べるんですけど、それはあのハロウィーンというホラー映画のマイケルマイヤーズのてん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 って曲にしてあって。俺に電話したらみんな怖いって言います。<laughs> でも、そういういたずらをね、どんどんしていきましょう。それでは、月刊プレゼンス、安本広樹の笑われるセールスマン、かっこ仮本編をお楽しみください。 月経館プレゼンツ安本博樹の笑われるセールスマンカッコカ 皆さんこんばんばは安本ひろきですこの番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関する情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティ番組でございます本日も野島博文さんがゲストに来てくれておりますがその前にメール、えー、森野久美さん安本さんお疲れ様です先日声優公演感激しましたありがとうございます去年に続き2回目の感激だったんですが、えー、去年は無声映画に声を当てるということに初めて触れはざさんのアドリブで 当たり子などに驚くばかりでしたが、えー、今年はチャップリンの映画の楽しさや音楽だけで広がる世界にどっぷり浸ることができ、えー、終始笑いっぱなしでしたそして声優公演、えー、公演後に声優公演が来年20周年を迎えるということを聞き波佐間さんもおっしゃっていた、えー、来年も行いたいという強い視野20年前新しいことを始められたことやそれを長く続け続けてこられていることの偉大さを感じました、えー、どの舞台も一期一会で同じものは二度と見ることができませんなのので、今年の声優公演にはしませんが、新しい声優公演で ということを今から楽しみにしています。まあこれちょっと先週のあのなんですか冒頭のトークのところあま間におまけトークか冒頭のでいろいろ喋ってるんでそちらの方も聞いていただきたいと思うんですがまあ僕自身もねとてもいい経験させていただきましたし刺激的だったんでまた機会があったら行きたいなと思っております。も,もう最悪客でもいいです。この間のあのマジで山田さんの鬼神のようなあ,あの一,一人舞台と言いますか大立ち回り本当かっこよかった。えー、次、えー、塩富ヨルカさん。 アルセルパン4カリオストロ伯爵夫人拝見しました愛と憎しみによって振り回せるボーマニアンが、えー、切なすぎて、えー、悪役ながら目が離せませんでしたまた素敵な衣装や立ち振る舞いも相まって終始物語の世界観を味わうことができましたそれぞれの衣装エピソードも面白かったです特にボーマニアンの上着はどうなってるのか気になっていたのでお話を伺えてよかったです、まあ、マントつけてたんですよそのマントが最初は朗読の時は暑いから外していいですよって言われてたんですけどせっかく作ってくださってたしあの つけてみたらキャラクターがよりなんつですかね悪者全部できるというか、いう感じがしたんで、つけますって,って本番でもつけてますけど、背中はぎっちぎちな汗かいてましたね。でも、俺は何でしょうね女優なんですかね、体はっちじゃんすかくのに、顔汗かかないんですよね、女優かもしれません <laughs>。<laughs> <laughs> でも、こちらの朗読も楽しかったですこれ野坂ラボさんというところがやって、クロトカゲに続いて僕は2回目に出させていただいたんですけど、んなんかね、一緒に作ってる感があって、すげえ楽しいんですよ、この野坂ラボさんのところも。 だから結構一番最初にの第1回目をや第1回目っていうか土曜日のマッチであとは昼の部をやった後に夜の部の場合にこここうした方がよりなんか効果あるかもしれませんねって話をみんなでしてそして大急ぎであの音響から音楽からレースから全部それひっくり返したって大げさなんですけどいろいろ入れ替えてちょっとね構成を変えたんですよそれによってなんかよりなんか 深みが出たという感じがしてそういうのを、ね、リアルタイムでやったりするところも僕は楽しかったですねうん、またザカラボさんもみんないい人たちだからこう協力できることがあったら協力したいなと思っておりますさあさあさあゲストが待っておりますいきましょう最後までお付き合いお願いしますこの番組はミジスタ月景館の提供でお送りします月景館プレゼンス安本博樹の笑われるセールスマンかっこかり 皆さんこんばんは安本ひろきですそして今回のゲストセールスマンは先週に引き続きこちらの方はいこんばんは自転車声優の島井ひろふみです <laughs> トライアスロンマンでもありますけれど <laughs>、はい、もねよろしくお願いしますお願いします。さあさあさあ、はい、先週もちょっとお話し,しましたが、はい、今日は9月23日に新発売される月経館の新商品アルコール5%の日本酒アルゴで乾杯していきましょうこれ気になってたんですよねこれどんな味なんでしょうね、うん、アルコール5%だからアルゴなのかってわざわざ台本に書いてありますなるほどねあんまりこういうのを掘り下げるとね <laughs> と恥ずかしくなりますからこの辺にして次進めていきましょう一般的な日本酒のアルコール度数の3分の1なのに驚きの飲み応えアルコール5%の日本酒ってどうなのって思うかもしれませんが現状もたらすお米から生まれた爽やかな酸味と深いコクが味わえる日本酒に仕上がっています料理やその日の気分に合わせて平日でも翌日を気にすることなくあこれ暑い大事これ暑い平日でも翌日を気にすることなく好きな時に気軽に楽しめる日本酒もうこれも飲みましょういやいやいやもともとでも日本酒好きなんだけど そんなに僕日本酒だとあんま酔わないタイプなんですよ。ああ、そうなんですね。どいや僕も入れさせていただきますね。最近ああ、いい音。ああ、いい音。じゃあ、せっかくですから。はいはい。ああ、いいといい音。じゃあ、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんな味だろう。お、爽やかうわ、めっちゃ爽やか。でも、ちゃんと日本酒だね。 大変だヒロさん。これは首首飲んでしまう。美味しいこれなうま。いやこれはおちょこじゃなくてコップ一ないやばいやばい。スイスで飲めるうま。確かにこれいろんなものに合うな。うまいな。これご飯めっちゃ合うよ。いろんなご飯に。あの甘みがないわけでもない。ちゃんと甘みもあるんだけど、どぎつい酸味もないし、本当ね爽やかっていうのが一番。全然甘すぎなくて。あうま。 飯と一緒にどどんんっちゃった喉乾いてる時とかもいいし、うん、僕あの今翌朝っていうか朝にちょっと早めに入るレギュラーのナレーションやってるんですよその前日ってあんまやっぱ飲めないんですよね,すね、うん、生のナレーションだったりするんでなんですけどこれなら全然いけるねいやすげえ軽いし爽やかで、うん、うまい結構日本酒の固定概念ぶっ壊すかもな、ね、だから 日本酒苦手って人も、もしかしたら飲めるまである。あなんか入り口にいいんじゃない、もう日本酒の、日本酒に興味はあるけど。まだちょっと苦手っていう方も、これから行けば、どんどん日本酒好きになるから。おもろ、うま、おもろ。うん、<laughs> 今まで飲んだことのない酒の味が。そうそう、美味しい、これ。ちょっとやべえな。ちょっともう一回お別れしますわ。ね。すげえうめえ。え こんなごくごく日本酒飲まないでしょ普通本当にそうピュアにうめやべえどうしようちょっと進めないと怒られちゃう進めますねさあさあさあここから見るコーナーワールドセンジクエスチョンこちらも普段だったらね雑ッショット飲んでますから激化ザッショットの気軽に日本酒テーマに一度の質問に一つお答えいただきます今までに見たことある可愛い酔い方ああなるほどねいろんな酔っ払いをねまあ可愛い酔っ払いをねやべえ酔っ払いもいたかもしれませんが木村さん見てきてると思うんですがやべえのは言わなくて 可愛いのてください可愛いなと思うのはもうずっと僕の記憶から離れないんですけどこれも結構前なんですけどそれこそ安本君がうちに遊びに来たことのある家に沖合雄太郎さんがね分かった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 見たことあるでしょいい飲むと一回寝るんですよ確かにやりとソファーが置いてあったんですけどそこで必ず。 あのクッションを抱きしめて。<laughs> <laughs> すごいなんか優しい顔で、うん。すやー,、ね、ーって寝るんですけど、めちゃくちゃ先輩なんですけど。 めちゃくちゃ可愛いんですよね何枚かみんな写真撮りましたもんね撮りました撮りましたおきさんつっておきさんつってあしばらくあれなんかちょっと辛いことがあったら見てましたもん <laughs> めっちゃ癒されるんですよね、うん、おきさん寝てましたよおお本当そう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 この写真 <laughs> ああ本当だーつってなかなかあんなに可愛い寝方をする先男性先輩いないなと思ってちなみにそんなハードに飲んでるわけでもなんでもないんですよそう,そうそうそうなんですよただちまっと飲んでなんか多分自分の絵と同じくらいくつろいったんでしょうね,ね ね、その時、安本もいたよね。そう、基本的に、ずっと台所を立てたよね。そうそうそう、ね、一番後輩だったんでね、多分ね、その時いた。あと水沢がいたぐらいだね。じゃ、二人で台所を立てたんだからね、ずっとね。楽しかったですけどね。僕ら飲んでるだけっていうね、すごい楽しかった。おきいさんもね、あの、たまに遊んでくれますか。らい。またぜひ、こちらの番組にも来ていただきたいなと思いますが。 さあさあさあ続いてはですね個人的におすすすめのものももをセールスしてもらいたいいたと思います、はい、収録前にアンケート書いてもらいましたが、はい、まあちょろっとね先週からとか、うん、お話で出てるものもあるんですよトライアスロンであったりとか、ね、自転車であったりとかそこら辺のお話は一回置いときまして、うん、ちょっと気になるのがミニチュア粘土って思うんですけど最近粘土細工にはまって。

見もうとにかくちっちゃい食材を食材っていうか食べ物みたいのを作るんですよ粘土で食品サンプルのちっちゃい番組そう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 ミニチュア界には6分の1そうです6分の112分の1っていう企画がありましてそれねドールハウスとか6分の112分の1とかあるんですけどそういう企画がありましてその12分の1であの いろいろの食べ物を作るのはすごい楽しくて、<ー>食パンとかもめっちゃリアルに作るんですよ。あの色を塗ったりとか、あと一回。乾燥もさせなきゃいけないですよね。もちろん、もちろん、乾燥もさせなきゃいけないし。うん、あの食パンのこの中の気泡、生地の気泡を作るために。うんうん、あの一回、中に何、なん、なんだろう,こう食。食パンと実際に同じような発酵させるようなものと一緒に、一回。 発酵させたりもしで粘土なんだけどそ,そ,のそれで気泡を作ったりしてあのちゃんとパンの生地の入れるのも12分の1サイズで作ってはい、はい、で,でそあのカッターナイフで切るとめちゃくちゃリアルなパンができる<ー>あと僕あのインスタグラムをやってるんですけどはい、はい、そこにあの実際のものが見られるとは思うんですけどすめちゃくちゃリアルにもう写真で見ても本物かなと思うぐらいのレベルの。 十二分の一サイズの、<ー>あとあの何だっけなムール貝を作るときにムール貝、<laughs> <laughs> もうめちゃめちゃこだわって作ってね僕作り方をネットで最近ね検索すれば大体何々でもムール貝って誰も作ってなくて。 分かんない俺ちょっと粘土細工界がちょっと俺の範疇にないもんで <laughs> ごめん僕今粘土細工界の常識だと思ってミ,ミニチュア粘土細工界のムール貝は、ね、結構難しいやっぱ貝を作るのが貝殻をまず作るのが難しい中のね身は意外と簡単にできるんですよ貝の形を12分の1なんて大体5ミリぐらい。<laughs> <laughs> なんですよそれ作るの難しくてそれどうやって作るかっていうのをまあ1週間10日ぐらい悩んでもう毎日仕事の合間もムール貝のミニシアどうやって作ったらいいんだろうどうやって作ったらいいんだろうってずっと悩んで考えあぐねた結果お米、うん、お米を粘土で包んでお米大体いい3ミリから5ミリぐらいなんでお米を粘土で包んで乾燥を1回させるんですよ。そこからカッターで周りを切って開けると かいのかでミルガイの正しい。<laughs> これを思いついた時俺天才かなと思って。<laughs> なるほどね。うん、こういう風に何か自分で工夫しながら。自分でいっぱい作るの棚に置いてくるんですか？いや、それが。<laughs> 写真ああ、写真をね、あの <laughs> <ごい>。<laughs> <一>すげえな一。一瞬本物に見える。え <laughs> <laughs> 一瞬本物に見えるんですよ。 すごい。それは僕今までああすげえ爪の上にパン乗ってるそうなんですよこさんそうあの今のあのラピュタパンっていうやつですねパンが食ってるやつパンの上に目玉焼きを乗れてあれ生まれて初めて作った12分の1サイズの食材で僕あれ才能あるなと思ってちなみにきっかけはきっかけはそれもまたコロナで何か急に暇になっちゃって。 いや外出れねえな,いなみたいな自転車も乗れねえじゃんみたいなことになってんうん、うん、じゃあと思ってなんかたまたまスーパー行ったらスーパーと併設して100円ショップがあるところ行ったらあの粘土が置いてあってですすよよ粘土いかで粘土かと思って粘土買って。 あるじでしょ。うん、でなんかまあいじってたらそういえばでも子供の頃粘土でねいろいろこう造形するの好きだったなっていうのを思い出しながらこうやっ作ってたらあれなんか楽しくなってきたと思って作ったらすげえクオリティの方が勝手に勝手にっていうかまあ作ってますからね。できてしかも,もうそれこそ飲みながら。まあ確かに楽しいですよね、うん、見てて。そう。 はまっちゃったでちなみにいっぱい今まで作ったやつはどっか飾ってんですかそれがね僕あの職人気質っていうのかな職人気質作るのが楽しいんですよはいはいはいはあはい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 もいは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 い怖い怖い,怖い <laughs> <laughs> 僕い、ね、はい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  いいんですよもういらないプロセスが好きなんですね作るのが好きなんで,す<ー>で作ってもずっと好きだったのが初めて自転車なんですよなるほど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 自転車以外は僕も作るというものだからもうだから変な話あんまりオンエアを積極的には見ないなるほど、まあ、人によって言いますよねそういうこともね、うん、僕もずっとこうもの作っていく作業が大好きっていうところがあってうん、うん、だから粘土細工は捨てちゃった 完成して写真撮ってなんか SNS にもう上げ,上げないのもいっぱいあるしもう自分で満足しちゃってそのままあーあー楽しかったっつってこ,こっそりあの秋夫さんの家に置いてきゃいないのに <laughs> お父さんの家にこっそり置いてきゃいないのに <laughs> <laughs> ちょっとずつ「何だこれ」っつって <laughs> なんかミニチュアの時これなんだっつって親父さんを見せとせう <laughs> 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 すげえなそして iPhone16 も気になるとああね気になりますねなんかもう毎年毎年出るっちゃ出るからもう、うん、どんんだけ変わるかが分かがんんですよそれがですねなんで今回気になっているかというと、はい、僕あの小柄なんでっていうのもあるんですけど僕 iPhone のミニを 十二ミニなんですよ。あの、もまあまああの昔あったやつのそ<う>ねなんのデザインの残りと言いますか。うん、ミニが好きで、はいはいちっちゃいずっとミニで十三ミニになってが出て、あまあでも一年だからまだちょっと待とう。じゃ十四か十五のミニ買おうと思ったら出な,出なかったですね。うんうんうん、もう諦めました。ミニを <laughs> ミニを諦めました。だからもう十六は買,買おうかなと。 十六はミニはないけれどもまあ行こうかなというちなみにこれは僕あのバカでかバカ手で手がでかいもんね。あの僕あの iPhone Pro Max の一番でかいやつは片手でマックスなんだ。もう片手で全然フリック入力できます。だみんなにちょっとおかしいって言われる。おかしいおかしい。僕も全然普通にこう片手で片手でオールそう。ほらちなみに待ち受けタチキフミクさんですけど。タチキさんなんだ。うんうんミニ持ってるのと同じ感覚は同じ感覚同じ感じじゃん。 <laughs> ミニ掴んでるのと同じだよ、同じ。全然俺俺がしたらこれがミニですよ。片手フリックがしたくて。いや、もう全然できます。何言ってんの全然余裕ですよ。できないよ,よ、そんなの。絶対届かない。全部入りますよ、余裕ですよ。全然全然、届かない、<laughs> 届かない。<laughs> ミニじゃないと届かないですよ、僕の世代ね

だかちっちゃいのはちっちゃいので欲しいんですよ。あ、そうなんだ。あのい今僕携帯一本化しちゃってるけれども、なんかあった時のためにい一回一本化したらまいいものの一応サブでもう一個なに格安シム的なやつで一個ちっちゃいのも持ちたいなと思って iPhone 以外も今見たりとかしてて今すあれ僕 iPhone しか使ってなかったからよく分かってなかったけど他の Android とかもなんかすごいですね今今面白いよね改めて見ると二つに折れるやつね二つに折れでもそれ買っちゃったらもうそっちがメイン 確折れ俺のせい背面にもディスプレイついてるんですよ。ね、なのに薄いんですあれなんすかどんだけディスプレイついてんの <laughs> あんなにいる <laughs>、ね、どう使えばいいのかよく分かんないよねいあれだったら iPad いらないんじゃねえ、うん、ちっちゃい iPad 見にいらないんじゃねえとか思っちゃって、ね、でも安本君ガジェットにすごい好きですよ、ね、好きだし、うん、昔からもう常に新しいものを持ってたイメージあるんだけどさすがに追いつけなくなってきた スマホのアンドロイドに関してはもうさすがにもう追ってないですねほかのちゃかぼこしたもんとか相変わらず好きですちゃかぼこしたやつ家中全部スイッチボットで動かせるようにしたりとかそういうことはしてます楽しいよね何もかもが今スイッチボットで動かないト用のスイッチ本来スイッチボットで動かないやつもアナログ的にパチンと押すやつが操作できるやつがつけられるんですそれを片っ端からのスイッチにつけたら家がごってごってになりましたやめときゃよかったと思いました 何につけてんのいやもう電気から何から、えー、面白くなっちゃって何もかもつけた全部スマホでもうつけたり消したりできるんだカーテンとかもスイッチボットだけど <laughs> いやいらないですよ自分でやっとくが早い <laughs> そうだよ。<laughs> そうだよね俺はなんでこれやったんだ本当に自分で思いながら楽しくなっちゃうってことやっちゃったもうスイッチボットの家に住んでます、ね、<laughs> いくつスイッチボットつけてるのわかんな、ねねま、い全然必要ないの今だってあ自分の部屋の温度何度なんだれとかわかります全然いらない <laughs> でも分かったところで何分かったとこでいないからそこに <laughs> あでもエアコンね帰る前につけておく、まあ、それでいきますあそれいいねそれい,それいいね でもあのそんなバカ高い費ひついでないから家帰ってあっちいってつけてたらすぐつくんですよ。あそっか。あとあんまりエアコンつけない扇風機放なんで。無意味。だそうなんですよ。無意味。今思うとスイッチボタンなしでも生きてきます。無意味すぎる。冷蔵庫の中が何とかも分かんのもあるもんね。ありますで冷蔵庫も喋るやつだったんですよ。喋るなんか近所のスーパーの特売情報とかを言うやつがあるんですよ。そんなの。うるせえなと思って喋らせないようにしました。無意味。無意味。多分だから好きなくせに。 いい向てな好きなだけなんだ。好きなんだけど、向いてない。じゃあ十六だから。何があの十四になった時かな。がカメラ性能が一気にバチコン上がったってのがあったから、それぐらいのなんかドラスティックな変化がありゃいいなと思った。でも昔俺アイフォンどれぐらいから買ってっかな。なんか俺とか諏訪ベさんっても途中でも最近やスワさんもやめたってたけど、なんか新しいの出たら毎回買い換えるっていう。毎回買い換えるのやってたやつとなんかで。 チキンレースみたいになってて、うん、どこでやめていいかわからなかったんですよ。<laughs> <laughs> でも、十三だから、十、十三の時だか、かなんかで、うん。よく考えたら、適当に写真撮って、スマホ電話して、ゲームしてるぐらいだから。 本当にに俺このののススマホペックは必要なかって自分で考えた時に何か何か変わらない時にもう16は変わらないかなと思ってカメラといえばカメラも趣味あったよねカメラ一応は今度きやってましたまあミラーレスに変わりましたけど最近はソニーのアルファに変えちゃいましたけどじ。アルファ僕の大好きな加賀谷さんっていう成形写真撮られる方がいらっしゃるんですけどその方がアルファにしたっておっしゃってたからすぐに変えましたでも変えるとレンズも全部変えなきゃいけないでしょ がっかりよね、レンズ沼もやばいよね。カメラはもうみんなやめた方がいいです。いや、僕ずっとアルファだから、今のところレンズ買い替え、オール買い替えをやったことないけど。まあまあ、タムロンとかいろんなのね、つけたりもしますけど。やめた方がいいですよ。オーディオとカメラはやばいよね。でその カガヤさんの本買うと後ろにどの装備で撮ったかとか全部書いたんですよ。それまえ物欲をね。全部欲しくなる。助けてください <laughs>。あのね、それ勘違いだから。<laughs> このこの物品をこのレンズ使えばこの写真が撮れると思うのは。 勘違い。それはで、ね、す。そうなんですよ。<laughs> 海外のすんげいとこ行かなきゃいけないし、うん、何日かも粘んだっけ。そうそうそう。<laughs> あれまずいんですよ、ね、なんでそうです。でも、そう思わせるんだよね。そうなんですよ。あこの写真撮るの、このレンズなんだ。って思うと加、ね、香谷さんにお会いしたことが、させていた,だいたところで、うん。そうなんでプラネタリウムのナレーションを撮った時に、加賀谷さんには、まあ、二、三回お会いしたんですけど。うん、その時にあれ、後ろに乗ってんの、買っちゃうんですよ。それは。そんなことしなくていいのにって言われました。うん <laughs> 穏やかな方です。ごい穏やかな口調でそんなことしなくていいのにとおっしゃってました。そうだと思うよ。でも私は買ってしまいました。あ、ちょっとメールを見ましょうか。はい、皆さんからのメール。ちょっと雑談で終わっちゃう。<laughs> 危ない危ない。さすが鉛筆さん。 野島さんといえば声優界でも多趣味で有名だと思いますが是非僕の悩みを解決してほしいのです、はい、それは就職活動の際に書く履歴書で、うん、趣味特技はどこから趣味と言えるのか、うん、どこから趣味ではなく特技と書けるのかです、うん、よく見せようと子どもの頃に習っていた剣道を特技に書いていたのですが、うん、質問で剣道について聞かれ小学生の頃の話だったので全然覚えておらずと <laughs> もし野島さんが特技はと聞かれたら何て答えますかこれねほんと僕自身も悩む確かに趣味特技ってむずい むずいむずい趣味はねいっぱいあるけどうん、うん、特技っていうのはやっぱ人ができない特別な技でしょ特技声優 <laughs> <laughs> でも事務所のプロフィールなりに特技声優書きづらいですよね書きづらいね <laughs> 書きづらいね <laughs> <laughs> 歴歴の方山僕が「えっ特技」って書くなら、うん、なんだろうおだから 自転車は特技でいいんじゃないですか。とあ趣味か。趣味だね。特技自転車で不思議かなか。不思議いやみんな乗れんだろうみたいな感じがするけどね。特技って普通みんなえなえなんなんなんて書くんですかね。特技ってさなんかほらなんか180度開脚できるとかさ。はい,はいはいはい。モノマネとか先生。うんモノマネとか。だから困ったらグラビアアイドルがクレヨンしんちゃんの物ノって書くよ、うんね、そんな感じだね。<laughs> <laughs> かさはい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 耳動かせるとかもう特技になるよね親指がめっちゃくっつくあめっちゃくっつくとかねめっちゃくっつくとかそれぐらいしか俺ないですけどあの後ろ手合唱ができるとかだとしたら特技いらねえな特技ってよく考えたらそういうやつばっかだねなくて何がってやるの難しいっすね特技ってだからもう 人ができないようなことを書くから。あ、楽器か。楽器め。楽器も趣味ぐらいでしかやらないよね。めっちゃ。最初の。昔は僕ドラムって書いてました。あ、でももう何年も叩いてないから、今は書きづらいですねうんうん、うん。そうだよね。うんうん、特技って難しいね。そう改めて聞くと。でも、だって、ひろさん、あの、か、楽器もいろいろ、あの。 マサヤのせいでやってるじゃないですか。で、まさやのせいで言ってるわけじゃないけどね。<laughs> まあ、楽器はでもいろいろやってる。あ、それ書いたらいいんじゃないですか。僕作曲できるわ。作曲、と、僕作曲はね。変な話、誰でもできると思うんですよ。うん、鼻歌で歌えばはいはい,はい,、はい。僕、編曲できるんですよ。ああ、それすごいじゃないですか。しかも、オーケストラ系の。え、え、すご。<laughs> <laughs> 思ってたよりすごい量きた。で、しかも、僕、今、あの。副業っつったら変ですけど。うん、あの、サントラ作ってて。劇版。ラジオドラマの。<laughs> 何いよいよもって何を始めたんですか <laughs> しかも1作目はで30曲ぐらい作ってそれ終わって今2作目にの制作に取り掛かってて <laughs> すごいな <laughs> それで今20曲ぐらい作曲編曲編曲も全部作詞編曲あ作曲編曲ですかだから歌じゃないですよだから BGM ですよねだからしかもオーケストラ編成のいや作曲編曲が特技特技 ちょっと多分このたずごレさんの質問には答えられないですねそれちょっとあの <laughs> そうそういうのじゃなさそうですね。多分でも親指がこうなんかこうめっ,めっちゃ曲がればが <laughs> 特技って書いていいと思いますよ。うん、なんかすじゃすっごく特技、うん<か>。鼻をめっちゃ動かせるとか。うん、なんかあのめっちゃ動かす動かせる場所と柔らかい場所を探してください。お願いします。<laughs> 皆さんメールありがとうございました。これからも待ちます。 月経館プレゼンツ、安本ひ之の笑われるセールスマン、カッコカエンディングのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきのあすきは郵便番号105-8000に、文化放送月経館プレゼンツ、安本ひ之の笑われるセールスマン、カッコカまで、メールの場合は ws.juqr.net までお願いします。そして番組公式 X も稼働中です。ぜひフォローしてください。感想をパーストするときは、推奨ハッシュタグ、笑せる。漢字の笑う、味方カムでセルお付けてください。また YouTube に次スチャンネルでのアーカイブ配信もございます。 本としてたっぷりお届けしておりますのでチェックの方よろしくお願いいたしますというわけで2週にわたって野島ひろさんありがとうございましたありがとうございましたそれではこの番組の終わりとは安本ひろきと野島ひろでしたお疲れ様でした,でしたこの番組は虹スタ月景館の提供でお送りしました